か汚れにも見えますけど、親子みたいですね。干すところはグランドジオだけと。レッツパーティーだぜ。ということで、ユートピのトイ箱です。今回紹介するのはこちらです。 S1 フィギュアーツの仮面ライダージオ大魔ホームです。ついに来ましたね、2年前ですね、公開された劇場版仮面ライダージオオーバークオーツァーに登場したジオの強化ホームということでね、大魔ジオの力を得て変身した形態ですよね。これはね結構かっこいいんでね、僕も楽しみにしておりました。2021年最初のレビューですね。ちょっと気合い入れていこうかなと思います。じゃあ開けていきましょう。はい、取り出しました SH フィギュアーツ仮面ライダージオ大魔ホームです。まあ持った感じはいつものジオの素体をそのまま使用しているので、そこまで新鮮さは感じなかったんですけども、やっぱ派手ですよね。おーってなりましたもん。このゴールドのカラーめっちゃ綺麗ですよね。あー、背中こんな感じなんだ。大魔ジオよりはちょっとシンプルになった、長身と短身みたいな感じがいいっすよね。ここの腕時計のベルトを模したような肩アーマーとか曲線とかも非常に綺麗じゃないでしょうかね。マスクを見てみるとこんな感じ。ライダーの副眼に関してはちゃんとクリアパーツですね。ゴールドのカラーリングとかサイドにあるこの漢字の O を模したような飾りとかもちゃんと黒いラインとか塗られているので、塗装の塗り分けとかも非常に精度高いんじゃないかなと思いつつも、このおでこについた、まあ、自分自身のライドウォッチですよね、まあ、ついに絵柄が再現されてるかなと思いきやそうでもないっていうね。まあ、よく見ればわかるんですけど、赤い部分は塗られているんですけども、白い部分はなんかちょっと黒っぽいグラデーションなのかな、なんか汚れにも見えますけど、塗装が施されていて、まあなんか雰囲気だけ絵柄の再現をしているといった感じですね。もう固くなりね、絵柄再現してこないですよね。なんでですかね。まあサードパーティー製のなんかシールとかも発売されちゃって、結構それを使ってる人もいるんですけどね。僕は特に買ったりはしてないんですけど、もう自作しちゃってもいいかなと個人的には思っております。まあ全体的にマスクはライドウォッチ抜けばほぼほぼ劇中再現そのままっていう印象ですかね。特に違和感は感じないです。でこの肩のベルトですよね。これは軟質で結構柔らかめでしたね。でシルバーの塗装も非常に光沢感が高級感ありますよね。後ろから見るとこんな感じ、まあ、この辺も問題なさそうです。で前掛けも同じように軟質素材ですね。結構柔らかめです。塗装も非常に綺麗です。で背中には時計の針があると、これは大魔ジオを彷彿とさせるようなデザインですよね。でちゃんと回転させることもできるようになっております。大魔ジオより本当にシンプルなデザインですね。腕に関しても特に大きな違いといえばカラーリングぐらいかなって感じですね。ライドウォッチホルダーとかもそのまんま再現されております。肩周りが一番特徴的な大魔ホームなんでね、腕は特に塗り分けとかその辺問題ないかなってチェックする感じですね。そして左右のライドウォッチホルダーにも同じく大魔ジオライドウォッチがマウントされていると、自分の主張が激しいですね。足に関してもこんな感じで特に違和感のない造形となっております。本当にねこの太ももとか見ればわかるんですけど、ゴールドの塗装が綺麗ですね。このすねの飾りみたいなのはジオトリニティと共通している感じですね。ライダーの文字もちゃんと書かれております。あんまりじっくり大魔ホーム見たことなかったんでこの辺は意外ですね。はい、他の SH フィギュアーツのジオと比較してみましょう。左が普通のジオで右が大魔ジオですね。まあまさに普通のジオと大魔ジオが合わさってできたのが大魔ホームみたいな感じですかね。といっても大魔ジオ自身も未来のジオなので、なんかもう わけわかんないですよね。未来の自分の力を借りて強化するというね。大魔ジオと大魔ホームは一体どっちが強いんだっていうね、最強論争が巻き起こりそうですけど、おそらく決着はつかないでしょう。
はい、軽くポージング、普通にパンチを繰り出すようなアクションポーズしてみました。まあなんとなく分かってましたけど、ちょっと腕を上げる可動がねきつめかなと思います。まあ肩周りのこのゴテゴテしたアーマーがあるので致し方なしって感じですかね。それでもまあ全然上がらないってわけではないので、ある程度許容範囲かなとは思います。ちょっと気になる可動範囲見ていきましょう。まずは首の回転は、これは結構回りますね。前後可動も広いです。襟があったので心配でしたけど、襟と首の間の余白が結構あるのでこの辺問題ないですね。で肩ですね、肩はちょっときつめですけど90度よりちょっと下までは上がりますね。回転は多分無理ですね。回転は無理ですね。ここにビニールついてますね、気づかなかった。肘の可動はキュッてなりますね。腰の回転は広めで、腰の前後もかなり広く動きます。開脚は優秀ですね。左右の開脚も優秀です。足に関しては前述した通り結構広く動くので、あんまり似つかわしくないようなこういうハイキックポーズとかも決めることができます。まあこれはもともとのジオーのフィギュアーズの素体自体が可動範囲優秀だったので、その辺をオーマホームでもちゃんと引き継いでるっていう感じですね。付属品は手首パーツだけですね。こちらは普通の開き手パーツです。こちら大きく開いた開き手パーツ、こちら別売りのフィギュアに付属する武器を持たせるような持ち手首パーツです。そしてこちらおなじみの決めポーズ用の手首パーツです。はい、ということでジオーのオーマホームのアクションポーズやっていくんですけども、フィギュアーズで劇場限定のホームが発売されるのっていつぶりだろうな、いつぶりだろうなとか思いながら、つい最近ビルドのクローズビルド出てましたね。もうすっかり忘れてましたよ。まあ、なるべく全員発売してほしいですけどね。個人的にはエクゼイドのクリエイターゲーマーだったっけなをね結構発売待ってるんですけどね、全然参考出品すらないですね。まあ、今回の撮影のために一応オーバークォーツは見直したんですけども、結構この波動みたいな感じで敵をバンバン吹っ飛ばしていたシーンとかは印象的でしたね。スペック的にはオーマジオーとどっちが強いんですかね。なんか某サイトによると2019年、若い相互自身が変身したオーマジオーのまあ上位互換的な感じらしいです。なんかもうよくわかんないですね。誰が最強なのかもうジオーの世界に関してはもうよくわからないので、その辺考えても無駄かなとは思いますけどね。はい、決めポーズやってみました。劇中でやってたかどうかはちょっと定かではないですけども、まあジオーといえばこの指立てポーズはすごく印象に残ってますよね。まあ僕自身ね、あのオーバークォーザーっていう作品にそこまでのめり込んではいないので、あまり何回も見直してはないんですよね。ただオーマホーム自体はすごいかっこいいし、オーマジオー自体をもっとヒロイックにした感じのこのデザインっていうのはすごくね結構好みでしたね。なのでアーツの発売もね結構楽しみにしておりました。必殺技のライダーキックやってみました。このオーマジオ単体でのキック技って名前なんて言うんですかね。映画だと平成ライダー20人とゲイツ合計21人で繰り出した平成ライダーキックっていう感じになってましたからね。さすがに R2 ではまだ平成ライダー全員の最強フォームって発売されていないので、平成ライダーキックの再現はね難しいんですよね。アームド響きとかね、本当に何年待ってるか分かんないですからね。あとしかも真骨頂とか展開され始めちゃってるんで、もうちょっとねまだまだ時間かかりそうですね。最強時間ギレードを持たせることもできます。なんかちょっと微妙に両手持ちっぽい感じもねできなくはないので、意外とねアクションポーズは決められるんじゃないかなと思います。それにしても最強時間ギレード長いな。もちろん二刀流でのポージングも可能です。ただね最強ギレードの柄の部分が結構太いので、あんまり長時間持たせるとオーマホームのこの持ち手首が広がっちゃうので、そこだけ注意かなとは思います。全然オーマホーム関係ないですけど、剣がずっとメイン武器のライダーってやっぱいいですよね。しかもジオーに関してはこの最強時間キレード以外にもライド兵セーバーあるじゃないですか。あの剣がやたら多いライダーめちゃくちゃ好きなので、ジオーもねそこになんか結構惚れ込んでる感ありますね。オーマジオーと並べてみました。もうなんだか親子みたいですね。まあ親子ほど年は離れておりますけど、一応同一人物みたいな感じですよね。それにしてもあの映画こっちのジオーの方の時
わ倉庫は替え玉で、一茶の方の時わ倉庫が本物みたいな感じになってましたけど、あっちはあっちで大間ジオにはならないんですよね。仮面ライダーバールクスになってましたからね。なんかその辺本当にあの映画よくわかんないですよね。今まで発売した SH フィギュアーズの仮面ライダージオを並べてみました。今回の大間ホームで7体目ということになりましたね。まあ、だいぶ発売されてきましたけども、残すところはグランドジオだけということかな。まあ、レジェンドライダーの携帯に関してはビルドとディケード発売しておりますけども、まあ他は出る可能性低いでしょうね。あんまり期待はしておりません。まあ、正当な強化形態であるグランドジオに関しては参考出品はされていましたからね、あんまりすぐ出ることはなさそうなので気長に待つことにしましょう。個人的にジオの強化形態で、僕はジオ2が好きなんですけどね。皆さんどれが好きですかね。はい、以上 SH フィギュアーズ仮面ライダージオ大間ホームのレビューでした。いかがだったでしょうか。ついに発売されたオーバークォーターでの劇場限定強化ホームということで、大間ジオに次ぐ派手さでしたね。で、大間ジオをヒロイックにしたようなこのデザインの再現度としてはかなり良さげでした。もともとジオのフィギュアーズってそれなりにクオリティは高かったので、大間ホームもそのまんまちゃんと維持してくれたかなという印象です。付属品に関しては首ぐらいなのでそこまで派手さはないですけども、今まで集めてきた人だったら武器使って遊びの組み合わせは広がるんじゃないかなと思います。まあこれは前から言われてますけども、ライドウォッチの絵柄の再現に関してはもう相変わらずちょっとね残念ですね。額についているライドウォッチの再現は期待していたんですけども、ちょっと塗装が加えられたぐらい感じでしたね。もうね、いっそのことシール貼ってくれよっていうね感じなんですよね。まあ次のセイバーとかもワンダーライドブック絵柄再現ないのがね非常に残念すぎるんですよね。今後この辺りはねちゃんと改善してほしいです。あとジオはグランドジオを待つばかりかなとは個人的には思っておりますけども、最近新しいの出ちゃいましたよね。ディケードアーマーセイバーホームでしたかね。令和に侵食してきましたね。ジオはどうなっていくんですかね今後。ということで、この動画良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ゆとぴでした。ありがとうございます。